五光記念館までの道案内です。熊本大学前バス停で下車すると左手に門が見えてきます。通称赤門と呼ばれている五光の表門です。赤門を入ると左手に案内板があります。五光まではサインカーブと呼ばれる緩やかなカーブを描いた道が続きます。右手に見えるのは五光世を象徴する龍南賢治の像です。下駄姿のマントに締まった表情で空を見つめています。少し歩いて左手に見えるのは五光で英語教師として教鞭をとっていたラフカディオ・ハーン小泉八雲先生の碑レリーフです。さらに進むと五光記念館が見えてきます。1889年に建てられた赤いレンガ造りの建物は国の重要文化財にも指定され、今もなお優美な姿を誇っています。